ムダンシングブレードパート3。皆さんこんにちは、桑島穂子です。百花繚乱編はお楽しみいただけましたでしょうか。ということで第2章でも懲りずに始まってしまいましたこのコーナー、早速ゲストをお呼びしたいと思います。今回はこの方です。はい、上田裕二でございます。もう、はい、ほらガッサガサガッサガサ声がガッサガサガッサガサです。はい、頑張っていきましょう。直後なので ね、直後です。はい、ガッサガサです。はい、この間はDB の方にもゲストに来ていただいたりとかしましてね、ありがとうございました。コレクションカードトークというのをやっておりまして、はい、毎回あんまり時間がないことなんで、行きましょう。早速このね、はい、いっぱいこうカードが並んでいますので、カード引きましょう。違う人みたい。はい、じゃあどのカードを選びますか。はい、桃姫。はい、めくりました。はい、めくりました。出会い、出会い、出会いです。バフ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 。はい、これ何を。この人との出会いが私の人生を変えた。忘れられない出会い、忘れられない人。それはコナミさんです。忘れられません。コナミさんって具体的に、いろいろありました。具体的にその人ではないと思うんですけど、まあ、誰ですか。もう総称です。総称、いろんな人がいる中でコナミさんです。その人たち、はい、が私の人生を変えた。もう忘れられません。変わりました、私が。変わりました。はい、はい、じゃあ次行ってみましょう。はい、ありがとうございます。はい、この次どれを選びますか。はい、じゃあ主人公キミマル、昔話。はい、はい、昔話です。はい、これ何を話すの。どんなお子様でした。そうですね、もう振動でした。え、はい、自分、ありがとうございました。全然信憑性がないですね。はい、あ、いいお子さんでしたよ。俺はいいお子さん、真面目な優等生。もう優等生です。あ、もう6年間学級員やってますから。生徒会も生徒会長もやりました。それは押し付けられていたわけではない。その通りです。もう生徒会長になった3日後に学校のガラスが98枚割られました。ありがとうございます。ありがとうございました。警察沙汰になりました。警察のパトカーがやってきて、すぐにエンブレムが取られました。ありがとうございます。あれ、学校の国旗掲揚台のポールも切り倒されました。ありがとうございます。あ、そんな時代を、はい、わかりました。はい、じゃあ次のカードいってみましょう。はい、じゃんじゃんいきましょうね。もうお犬ちゃんめくります。はい、変身。これはなんすか。俺はなんすか。変身願望はありますか。ああ、ありません。ありません、別にありません。はい、ありがとうございまし ました。さあ、めくりますか、やめますか。やめます。はい、どうもありがとうございます。第3回目のゲストは、はい、サルキチ役の上田裕二さんでした。ありがとうございました。さて、謝れないを選んだ皆さん、お待たせいたしました。果たして桃と君丸くんは仲直りできるのでしょうか。桃天使外伝最後のドラマ、百鬼夜行編、お楽しみください。